上海の小籠包はマジで激うまやね。タクシーとか車がねバンバン突っ込んでくるんよ台湾はね。小籠包連続2個食いみたいな。行きます、ゾロ行きます。うまー。台湾グルメといえばゾロ。どうもゾロです。はい、今日はですね MRT 台北シャオチュー段5番出口から徒歩10分ぐらいですかね、視聴者さんがねリクエストしてくれた小籠包屋さんにね行きたいと思います。はいはい、ここがね MRT の台北シャオチュー段ですね、あの台北アリーナ駅ですね。そこがね台北アリーナですね。あの過去ねミッシルとかも来てましたね。じゃあねこっからね歩いて10分ぐらいみたいなんでね、じゃあ行きましょうか。ここは台北シャオチュー段で降りたのは2回ぐらいかな。1回はあのクリリンのお店ね、はい、クリリンの小籠包です。あ、これ左やね、マクドナルドの左ね、これを左ね。はい、で2回目はあのシャオチンニョーローメンやね、あのミヤさんが紹介してたね。どっちもお可愛いチマチョゴリ韓国。ここのコーヒー屋さんなんかおしゃれやな。あのあそうやね、2軒ともあのミヤさんが紹介してたやつやね、クリリンの店もね、ニョーローメンのシャオチンもね。はい、あ、今から行くお店はねシャオシャンハイっていうお店なんですよ。小さい上海みたいなあの小籠包のお店なんですけども、でその小籠包の発祥ってねあの中国の上海らしいんですよね。で僕もねもう5年6年前ぐらいかな上海行ったことあるんですけども、で上海でね本場の小籠包を食べたことあるんですけども、まあね上海の小籠包はマジで激うまやね。うん、これ僕あのなんやろ、台湾といえば小籠包じゃないですか。でまあ台湾といえばもう天下のディンタイフォンでしょね。小籠包といえばもう天下のディンタイフォンじゃないですか。だけどこれねほんまぶっちゃけ言うわ、ディンタイフォンの小籠包よりもね上海でね食うた小籠包の方がうまいわ。しかもねその上海で食うた小籠包ね、なんかほんまどこにでもあるような路地裏のなんか小汚いね小さな食堂で食べたね何でもないような小籠包で、しかも激安やったんですよ。確かね日本円で多分200円とかそんな感じの手作りの小籠包やったんですけど、もうほんと激うまやったんですよね。そうでね、上海ではいろんなもの食べたんですけども、1週間ぐらい滞在したんかな、いろんなもの食べたんですけど何食ってもマジでうまくて、上海はマジでね世界的に美食の街やと思いますわ本当に。うん、マジで上海はね美食の街やね、うまい。うん、そうそう、だからそんなね小さい上海みたいな、今日今から行くお店ね小さい上海みたいな感じやから、まあ多分上海風のね小籠包を出すお店やと思うんですよね。はい、だからねすごく楽しみですね、きっと美味しい小籠包なんやろね。 Google マップの口コミも多分1000件ぐらいあったんじゃないかな多分ね。でなんやろ、その MRT の駅からもね歩いて10分以上かかるわけじゃないですか。結構偏僻な場所にあるんでね、それでそんだけ口コミあったらね美味しいんじゃないかな、わかんないけどね、まだ今から行くからまだ食べてないからわからんけど、どうやろね観光客の人はまあ行かないんじゃない、そ遠いもんね距離がね。そもそも台北アリーナ駅とか観光客の人降りないよね。そしてあの小籠包といえばね台湾三大料理の一つやと思うんですよ。ルーローファン、小籠包、尿ローメンみたいな、まあ僕はねその3つを台湾三大料理って呼んでるんですけど、やっぱ三大料理って僕呼ぶだけあって、まあお店の数がねすごいわ、もう数えきれないほどやっぱ小籠包の店あるよ。ルーローファンの店もそうやし、尿ローメンのお店もそうやしね、この3つはマジでもう数えきれないぐらいある本当に。まあこのチャンネルね、まあ1000店舗紹介を一応目標にしてますけど、まあ1000店舗紹介したとて全てのルーローファン屋さん、小籠包屋さん、尿ローメン屋さんは回りきれないやろね。まあ、まあ確実に半分もいかないんじゃない、多分その台北中のね。でその1000店舗は主にも台北って決めてるんですけど、台北のお店って決めてるんですけど、まあ1000店舗回ったとて半分も回れないやろね。うん、間違いないと思う。一体全部で何店舗ぐらいあるんやろね。うん、いや小籠包食べるの久々やな、20日ぶりぐらいかな。やっぱりねその台湾三大料理のルーローファン、小籠包、ニョーロン麺はね、まあ僕の動画のね
10本に1回は紹介するようにしてるんですよ。だからまあ今2日に1回の更新なんで、まあ、20日に1回ぐらいはね小籠包を食べる計算になるんかな。尿路麺もね、はい、ルーローファンはもっと高い頻度で食べてると思うんやけど、まあでもねほんとねそれぐらいのね頻度がちょうどええわ、うん、その前まで以前はね毎日更新やってたんですよ。毎日更新してたんですけど、だから10日に1回は小籠包食ってたし、10日に1回は尿路麺食ってたんですけど、毎日更新やったんでね。だけど今は2日に1回更新にしたから20日に1回ぐらいかな。それぐらいのね頻度がいいよ。小籠包も美味しいけどそんなにしょっちゅう食べるもんじゃないと思うやっぱりね。20日に1回ぐらいがちょうどええわ、うん、今ぐらいのね頻度がね個人的にちょうどいいですね、うん、こんなとこ歩くの初めてやな。もう完全になんかなんていうのこういうとこ民家じゃないね、あ住宅街っていうんか、完全に住宅街やね。すごいな、こんな街中にこんな年季の入ったね木がドーンってあるんやね、うん、そしてちゃんと守ってるっていうね。ほらすごい、もう完全に住宅街やな。車がね、タクシーとか車がねバンバン突っ込んでくるんよ台湾はね。車優先の国なんで皆さん気をつけてくださいね。観光始まったらね車優先なんで、あの青信号でも突っ込んでくるんでね歩道にね、はい、以前は僕もねちょっとイラッとしてたけど、わすごいほら見て、もう完全な住宅街、並木道ね。そことかすごくない？木のトンネルになってるよ。ほら木のトンネル、なんかかっこいいね。もじゃもじゃしてるな。以前はね僕もね青信号やのにこう車突っ込んでくるのがすごい嫌やったんですよね。イラーってしてたけど、はい、もう今はねさすがに慣れてね、なんとも思わなくなったわ、うん、あ文化の違いやから仕方ないねみたいな、はい、むしろ僕外人やから、はい、偉そうに何も言うことじゃないなみたいなね。これ左かな、はい、さあさあもうすぐ着くと思うよ。この辺やと思う。あれこれなんか見たことあるな、このお店。あこれなんかグティンのあれなんじゃない、チャーハンくんの30分ぐらい待たされたお店やな。こんなとこにもチェーン店あるんや。2、3店舗ぐらいあるんかな。わあすっげえお腹すいたな。この辺やと思うんやけどな。ああれじゃないかな、シャオシャンハイ、はい、シャオシャンハイ。あこれやこれやこれや、着いた着いた着いた。はい着きましたね。ここがね視聴者さんがねリクエストしてくれたね小籠包のお店ですね。はい、シャオシャンハイ。じゃあ行きましょうか。多分ね上海風の小籠包が出てくるお店やと思いますね。こんな感じでね小籠包蒸してますね。メニューもねいろいろあるわ。じゃあね行きましょうか。ニハオイウェイネイヨ。あシェシェ、すごいこんにちは言われたよ。あの日本語話せはるんやね。ニハオ。ほらお店はねこんな感じでね綺麗ですね。はい、店内綺麗よね。あここにほらシャオツァイがね置いてるわ。はい、40元やからちょっと高いかな。30元とかね安いとこやったら20元ぐらいであるんでね。よっしゃよっしゃ。そしたらちょっとね、あそう鏡やな、ハゲが映ってる、黄色いハゲ。ちょっと迷惑ならないようにねこれ端っこ出します。あすごい、ここのお店ここになんかタレとか用意されてるわ。すごいね、おお変わってるね、綺麗なお店ですね。はい、あシェシェ、ほらねあの台湾っぽいでしょ、このねレンゲとかお箸の置き方がめっちゃ雑みたいなね台湾っぽいわ、こういうとこ好きよ。そしたらメニューね、あ日本語書いてくれてるよメニューね。メニューはねこんな感じです。全部ね日本語がね下にちゃんと書いてくれてるね、うん、牛肉混ぜ麺みたいなね、はい。そしたらここ小籠包屋さんなんでね、やっぱこの名物のねこの小籠タンパオね、シャオロンタンパオって言いますね。シャオロンタンパオね、これいきましょうか。じゃあこのねシャオロンタンパオね、小籠包ね、はい、これとで、あとはどうしようかな。そしたらこのねサンラータンもらいましょうかね。このねサンラータンね、はい、なんかねこのパイクーがね美味しいってね視聴者さん言ってたような気がするわ。じゃこれもらおっか。じゃあこのねチャーパイクーっていうやつね、あの骨付きの豚肉の唐揚げみたいな感じやろね。じゃあこれでいきましょうか。はい、先生。よっしゃ、そしたらね待ちましょうか。
ほら、小籠包用にね、針生姜が来たんですけど、ここのね、針生姜割と綺麗にね、切ってあるね、細く切ってある。うん、輪体本以外は結構雑なんやけど、はい。でね、テーブルのここの下にね、あるんで便利やね。はい、じゃあこれはお酢かな、醤油かな、どっちか分からない。これがラー油でしょ。で、これがお酢やから、お酢ね、僕は7対3が好き、割合的に。お酢が7でしょ。はい。で、醤油ね、ジャンヨーって言います。醤油3ぐらい、この名前やね。はい。で、ラー油ね、ちょっとね、名前ね。小籠包ででもラー油入れへんよね、普通ね。これは辛味噌もあるね。これは胡椒やね。で、ほら、爪楊枝ね。ね、絶対に塩置いてないんよ、うん、台湾のレストラン食堂は絶対に塩置いてない。あ、先生、よっしゃ、ほな食べていくで。小籠包10個で500円は激安。はい、改めましてね、今日はね、視聴者さんがね、リクエストしてくれたね、小籠包屋さんにね、来てます。名前がね、シャオシャンハイ、はい、上海風のね、小籠包やと思いますわ。で、これがね、名物のね、小籠タンパをね、10個で140元やから、めっちゃ安いね。うん、安い方やと思う。8個で140元のお店とか多いんやけど、10個で140元は安いと思う。ちゃんとカゴで来るしね。あとね、サンラータンね、はい、サンラータンもね、もう小籠包とサンラータンとか、水餃子とサンラータンみたいなね、セットみたいなね。で、確かね、視聴者さんがこのパイク、骨付きの豚肉のね、揚げてるやつ、チャーパイクが美味しいって言ってた気がする、コメントでね。だからね、注文しました。じゃあね、早速食べていきたいと思います。小籠包の食べ方は、まずね、このね、レンゲに乗っけます。おー、ここのね、小籠包ちょっと大きいかな。うん、めっちゃ大きいってほどじゃないけど、うん、割と大ぶりかもね。はい。で、レンゲに乗っけたら、皮をね、箸でキュッてやって破ります。はい。そしたらね、スープが出てくるんですよ。ほら、おお、出てきた出てきた出てきた。うん、そんなにね、多いスープではないかな。うん。あ、そしてね、まずね、このスープをまず飲みます。はい。美味しいわ。うん、美味しい美味しい。うん、旨味がすごいね、ここのね。で、さっき作っておいたね、酢醤油に浸しておいた針生姜ね、これを適量のっけて、そしてね、パクッと一口で食べます。あのね、味的にはね、結構ね、銀大根に近いかもしれない。あの、あそこにも似てる。さっきね、チェーン店あったでしょ、あのグティンのね、あのチャーハン来るのに30分ぐらいかかったところ、あそこの味にすごくそっくりやね。ただ違うのは、ここのお店はね、皮が厚いわ。うん、皮が結構厚めやから、お肉の割合よりも、中に入ってるあんの割合よりも、皮の方がね、口に残るね、もちもちって感じ。うん。で、僕のね、好きな食べ方は、皮とか破らずに、もうそのままパクって一口で食べるんですよ。そしたら口の中で肉汁がバーンって弾けて、肉汁爆弾みたいになるんでね。小籠包は肉汁爆弾です。いただきます。辛の針生姜。美味しいわ。やっぱりね、小籠包はね、この食べ方が一番うまい。うん、間違いないね。やっぱりね、でもね、皮が厚いから、皮が最後に残るね。あと、ここの針生姜ね、みょうがの風味がするわ。生姜というよりも、なんかみょうがっぽいね。うん、みょうがの風味がすごくする。個人的に結構好きやね。
そしたらね、サンラータン行きましょうか。はい、サンラータンはね、酸っぱくて辛いスープですね。結構具沢山やな。じゃあいただきます。美味しい美味しい。ここのサンラータンはね、あんまり酢がきつくないね。で、旨味がすごい。この旨味はね、結構ね、化学調味料って感じよ。なんか味の素って感じのね、旨味がするわ。具はね、この黒いやつはね、これズーシエって言ってね、豚の血を固めたものなんですよ。はい、これがね、豆腐みたいでね、結構美味しいんですよね。豆腐も入ってるし、キクラゲとかえのきとか人参とかね、入ってますね。具沢山やね。あとまあ黒胡椒やね。辛さもそこまで辛くないかな。サンラータンもね、本当にね、お店によって全然ちゃうね。そうやね、ここのサンラータンは旨味が強い、そして酢が弱いかな。ちょっとね、酢追加してみようか、ちょっとだけね。どうやろ。マッチベタやね。もうちょっと入れるわ。やっぱりね、サンラータンはね、お酢がね、ちゃんと効いてないとって僕は思う。サンラータン好きな人はね、タイのトムヤムクンもね、好きやと思いますよ。逆にタイのトムヤムクンが好きな人はサンラータンも好きやと思います。はい、美味しくなった。完全にこれは酢入れてよかったわ。じゃあね、チャーパイ食うね。骨付きの豚の唐揚げやと思うんやけど、チャーハンの上とかによく乗ってるよね。あとパイ食う弁当とかね、お弁当になったりとかしてる。見た感じね、骨付いてなさそうなんね。僕骨嫌いやから、骨付いてなかったら嬉しいけどね。じゃあいただきます。うまー。これめちゃくちゃうまいわ。めっちゃ柔らかい。ちょっとね、あの漢方薬のね、風味が後味に残るけど、なんか台湾独特って感じかな。八角というよりも漢方っぽい、ウーシャンファンかな、わかんないけど、ちょっとだけ残るけど、でもね、これぐらいやったら全然平気やね、僕はね。とにかく柔らかい。美味しい、これ美味しい。うわ、これね、ちょっとね、マジで白ご飯が欲しいわ。でもここのお店、お米自体が置いてないね。チャーハンとかもないんで、これはね、白ご飯と食いたい。もしくは結構しっかりした味付けやから、酒のあてにもいいと思うわ。これは確かにうまい。確か視聴者さん、これコメントで美味しいって言ってたと思うよ。美味しいわ、ほんまに。これはパイプー自体は僕あんまり頼まないんよ。このチャンネルずっと見てくださってる方知ってると思うけど、僕骨嫌いなんで、パイプーでも骨ついてるんで。いや、これはマジでね、すごい。今まで食べたパイプーで一番うまいかもね。銀太鼓のチャーハンにパイプー乗ってるけど、銀太鼓のチャーハンの上に乗ってるパイプーよりもこっちの方がうまいわ、僕はね。美味しい、美味しい。パイクーマジでこれ今日一やね。小籠包より美味しいわ。美味しい。これマジで白ご飯欲しいわ。小籠包山椒が、本当にみょうがみたいやね。小籠包もね、美味しいわ。これ140元でね、10個入ってたら値打ちあると思う。ちょっとね、子供の悪ふざけみたいなしていい。小籠包連続2個食いみたいな、ちょっと人生で初めてやらせていきます。ゾロいきます。小籠包、腹の小籠包、腹の半生姜、もっかい半生姜、あのね、言わせて。小籠包は1個ずつ食べてください。はい、はい、全部ね、完食しました。はい、サンラータもね、完食ね。小籠包もね、綺麗に完食しましたね。チャーパイクもね、完食しました。いや、美味しかったね。小籠包はね、やっぱりね、皮がね、すごく厚いから、あの、10個入ってるでしょ。8個でよかったかなって感じがする。8個でよかったかなって感じがする。まあ、あのね、ボリュームがすごいわ。皮の厚みがすごい分ね、食べ応えがすごい。これは、今までで一番ボリュームのある小籠包かもしれないね。味はね、美味しかったよ。
ただその皮が厚すぎるなって個人的にちょっと思った、はい、サンラータンもね2入れた途端にねすごく美味しくなって僕ははい良かったです。あとねやっぱこのねチャーパイクーがねマジで美味しかったわ。これこの豚肉すごい何かしらのタレにねすごく漬け込んであるんやね、うん、すごく柔らかいし中までギューって味が染み込んでてね非常に美味しかったですね、はい、いやー変な場所にあるけどねこれはいいお店やと思うわ。今日もありがとう、ごちそうさま。美味しかったです。はい、食べてきました。名物のシャオロンタンパオは10個入りで140元、約500円。普通この値段なら8個入りのお店が多いのでお得感がありますな。味の方もすごく美味しかったけど個人的に皮が割と厚いのが気になりましたね。もっと薄皮で破れるか破れないかでヒヤヒヤするくらいの小籠包がええねんな。皮が厚い分ボリュームがあるので一人で10個は割ときついくらいで逆に8個でええわというのが正直なところです。とはいえ美味しかったですよ。サンラータンは50元、約180円。お酢を入れましょう。お酢を入れてから食べましょう。そして今日一のチャーパイクーは70元、約250円。最初出てきたの見た時は正直え値段の割にちっさしょぼって思ったことをここに白状しようじゃないか。ところが食べてみたらうまー。今日一、はい今日一、柔らかくて味がしっかり染み込んでて白ご飯欲しかった。全部合わせて260元、約940円。松山空港すぐ近くのおすすめ小籠包がこんなところに。今回は二つ星、安くて美味しくて値打ちのあるおすすめのお店です。